かっちゃんです。ということで、先日豚肉をコーラで煮るっていう動画を出したんですけど、それをやってちょっと思いついたんですけど、オランジーナ、これで鶏肉を煮たらちょっと洋風テイスト的な料理になるんじゃないかと思って、今日はこのオランジーナで鶏肉を煮てみたいと思います。はい、じゃあまずこの鶏肉、カレーシチュー煮込みにも手羽トロ、手羽てるー、これ食べたい分を入れてください。玉ねぎはあんまりね、細かく切るとトロトロになっちゃうんで、ちょっと大きめに切っときます。じゃがいももね、入れたらちょっと洋風チックで美味しそうなんで入れます。はい、じゃあここにオランジーナ、やっぱね、オランジーナ美味しいね。これを浸るくらい入れようと思います。はい、じゃあチキンコンソメ、洋食といったらチキンコンソメだよね。今日は3秒コンソメ、塩、煮塩、ブラックペッパー、あんまない、あんまりない。タイちゃんね、味付けはシンプルに今日はこんな感じでいきたいと思います。こんな感じで浸ってるので、これで炊飯スイッチを入れていこうと思います。まあこんな感じでできました。早速食べてみたいと思います。鶏肉、玉ねぎと芋、いただきます。うん、あー、玉ねぎとろとろ、結構味は甘めなんで、もうちょっとオランジーナを減らして、代わりに水か何かを入れてコンソメとか塩を多くして味付けをした方がいいかもしれないです。うん、芋とろとろやな、芋が美味しい。うん、鶏肉もね、すごい柔らかいです。ちょっとね、甘みが強いっすね。醤油かけてみるか、醤油。うん、でも醤油じゃないな、ソース。うん、ソース結構美味しいかも。ごちそうさまでした。はい、じゃあ今日はね、オランジーナと炊飯器を使ったチキンの洋風煮の紹介でした。味がね、ちょっと甘めにできるので、ここは私の作ったレシピをちょっと工夫してもらって作るとより美味しくできると思うので、皆さん作ってみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあねー。うん、パソコンの方は下のリンクから、携帯スマホの方は下のチャンネル登録ボタンから。チャンネル登録よろしくです。